はい、こんにちは。今日は急に呼び出して申し訳ないんだけど、9月って何やるか分かる？2人。結婚記念日。そうなの。大事なイベントが待ってて、嫁さんの誕生日、結婚記念日が10周年なの。っていうことで、ちょっと私、サプライズを仕込んでまして、明日、サプライズパーティーやるんだ。だから、大丈夫ですか？やっぱ緊張してます。緊張しててさ、全然、集中できてないんだけど、明日、サプライズパーティーやるから、動画撮ってきて、10年前結婚式やったところで、サプライズパーティーやるから、ちょっと、レイコさんが目ん玉バーン飛び出るぐらい驚いてる姿をぜひ撮ってほしい。喜ばせたいですね。多分泣くぞ。めちゃめちゃ泣かしたい。あの子は泣くぞ。泣く。多分泣くと思うからバッチリ撮っといて。ということで今日はちょっと呼び出したので明日頑張ろう。お願いします。めっちゃ緊張してる。頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。ありました。
生だなっていうのを本当に感じていて、もうそれは本当にね、たっちゃんのおかげっていうのもありますし、まあ、こうして皆さんが関わってくれてる皆さんが支えてくれてるっていうのをすごく感じているので、たっちゃんやるやん行ってもらえたらなと、もうなんかすごくこれの買っちゃおうと思ってるので、はい、よろしくお願いします。せーの、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当に感動しました。どうでしたか？いや、なんか言葉に、小田さんじゃないけど言葉にできないっていうぐらい本当になんかもう感激しました。ね、なんかみんなの気持ちも嬉しかったですし、あのお母ちゃんの気持ちも嬉しかったですし、ね、本当にありがとうございます。やっぱ全然気づかなかったですか？全然気づかなかった。本当に1ミリも1ミリも気づかなくて、最初だけ本当に間違えたと思ったの、部屋の、あ、そんなにいいですか？本当に。 でもなんか、あれ見たことある人たちがいっぱいいるみたいな感じで、本当に気づかなかった。すごいね。すごいですね。なんか僕もカメラ回してて、いや、いいなと思いながら、やっぱ愛されてるなと思って。ありがとうございました。マスクチャンネル、ちょっとこれからもよろしくお願いしますありがとうございます。おめでとうございます。お二人にもお世話になって、また引き続きお願いします。ありがとうございます。